歯医者さんのつぶやき。小池デンタルクリニックの小池です。さあ、12月10日っていうような形になってきて、もう12月もね、半ばっていうイメージがだんだん強くなってきて、本当に年末までもうあとわずかっていう意識がね、ずいぶん強くなってくる。忘年会シーズンっていうのもあってね、気持ちを後押ししてくれる。で、僕はこうやっぱり治療で気になってくるっていうところがやっぱ出てくるのが、冬休みね、年末年始やっぱり正月、やはりこうお休みになります。ですからお休みの間、患者さんに何かあると大変だっていうのは、やっぱりね、僕が大変っていうんじゃなくて、怒ってしまった患者さんが大変である。やっぱりそこで患者さんが駆けつけても僕いなかったらどうしようもできませんからね。なので、いろんな注意事項ってものをやっぱり守ってほしいなっていう部分はやっぱり出てくる。普段だったら例えば狩り場なんかでも何かあったらこう来てねっていうので済むところが、来てねでは済まなくなってしまうので、狩り場をなるべくね、エラー的なことが起こらないように、そういったものを、あ、この人にもちゃんと言っとかなきゃ、あの人にも言っとかなきゃっていうのをこうね、頭の中でねピックアップしていかなきゃいけない、そういう時期になってくるのがこの12月半ばぐらいっていう感じです。結局ね、狩り場っていうのはやっぱり治療中のものなんで、骨折した時にこうギブスしてて、ギブスのままで動こうとしたら動きづらい言われてもそれ当たり前っていうのと一緒で、本来狩り場っていうのは狩りの最終的なものではないので、やはり制限がついてくるものです。で、普段であればその制限はあまり意識してもらわずに使ってもらって、何かそういうので、狩り場が割れてしまっても修理とかまだできますので、ここまで複雑な説明をする必要がないわけですけれども、でも長期間の休みって形になると、狩り場が割れてしまったりってことになると、やっぱりね、もし前歯の狩り場が外れてしまった、もしくは粉々に砕けてしまったってなると、正月なのに人前で笑えないって感じになっちゃってもちょっと困りますよね。ですからやっぱりそういったところでね、狩り場っていうものがどんなものなのかとか、そういうものを考えていく必要があるわけです。結局狩り場、仮で作ってるんで、形をね、例えば、あ、もっと厚みが欲しいなとか、もっと四角い方がいいな、もっと丸い方がいいなとか、いろいろ思った時に持ったり削ったりっていうのがやりやすいような、そういう材料のものでできています。なので、プラスチック系のものなんですが、この後液でね混ぜて、こう筆でペンペンと持って固まると、そういった形のねものになるっていうね、プラスチックってことなんで、乾いたプラスチックと例えばガム、くっつきやすいかくっつきにくいか分かりますよね。やっぱりそれで一回くっついちゃうとなかなか剥がれない。教室のね床なんかにガムがくっついてることなんか、こうふっと思い出すっていうのがね、僕っぽい説明してると頭によぎるんだけど、そもそもなぜ教室の床にガムっていう、その時点間違ってるよねっていうような、そういうツッコミもちょっとこう入れたいところもあるんですが、教室の床にガムくっついててこびり取れない、それは大掃除の時にガリガリやりながら掃除してるような、そんなことがあったなぁなんていうのが頭をよぎるんですけれど、おかしいですよね。学校そういうこうガムとか持ち込み禁止のはずですよね。なんでガムがくっついてるのか、それはどうでもいいんですが、でも、結局狩り場とかね、プラスチック系のもの、やっぱり他の金属系のかぶせ物をしたりとか、最終的な治療したものに比べるとやはりくっつきやすいです。で、最終的なものでもやはりプラスチック系のものっていうので言えば、入れ歯とかね、なので他にもくっつきやすいものって言われれば、お餅とかね、そういったものもそうですよ。だから皆さん、お餅は当たり前で日本人食べたいところです。でも餅っていうのは、狩り場とかにくっつきやすく、入れ歯とかにくっつきやすく、リスクがあります。やっぱりね、せめてしっかり口の中を湿らせて、お茶いっぱい飲んで、口の中も乾燥してないぞっていう状態になってからまだ食べる方がリスクが低いと思います。年末年始ね、やはり長距離運転する方もいると思います。眠くなった時に、あの時ガム噛んどきゃよかったななんていうこともあるかもしれません。ですからそういう時には、狩り場最悪外れたって年明けには直せます。年末年始休館担当っていう形でやってるところもありますんで、最悪外れたらそういったところに行って直すことはできますので、命のかかったシーンでは、眠気を覚ますために狩り場が外れないことよりはガムを噛むことを選んでも僕はいいと思います。というわけで、
ガムだ、餅だ、粘着性のもの、弱いので、これから年末に入っていく人で、今仮歯が入っている人、治療中の人、もしくは入れ歯になっちゃってるような人、今言ったことをちょっとね気をつけながら、年の後ね、どうやって過ごそうか、また考えていってみてください。それでは今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418